弱いやつやって上に上がっていくっていうのがなんかダサいですよね。こんにちは、中谷正義選手とロマチェンコの試合決まりましたね。いや本当に決まるとは思ってもなかったですけども、実際ちょっとお試合の匂いがした時に空中分解するんじゃないかなって僕は予想したんですけども、いや本当に実際決まるとは本当にびっくりしました。何がすごいってロマチェンコ選手は、これボクシングファンとかボクシング関係者だったら全然もう周知のことなんですけれども、ボクシング本当に知らない方にとったらちょっと説明すると、ロンドンオリンピックと北京オリンピックを2連覇金メダルしてて、その後プロに転向して、最速で3階級制覇した、チャンピオンで、本当に今でも、すごい強いという有名な選手、そこに日本人がの中谷選手がやれるって時点ですごいです。何がすごいって、日本人って、まあ、アメリカの舞台にボクシングってすごい人気があるんですけども、そこの人気、まあ日本ではすごいテレビもやってるからみんなボクシングで強い、まあ本当に実際井上尚弥選手とか強い、本当に世界でも強いんですけども、って言ったってボクシングのレベルって言ったら、井上選手は別としてボクシングの平均的なレベルって言ったらもうかなわないですよ。あのアメリカには到底かなわない。ボクシングのフィールドで言ったら1個も2個も下でやってるのが日本の舞台なんですけれども、そこに上がってできた、できるっていうのが中谷選手。まあ実力はさっき言ったように日本人なんです。でもそこでのフィールドできるっていうのは、いろいろマッチメイクもそう、いろいろ相手マネージの件もそう、いろいろな関係が全て揃わないとそこの舞台でできないんです。まあ奥の世界で、ボクシングっていうアメリカではやってるので、やっぱりその下の下でやってる日本の舞台からすると、いろいろな面でアメリカの舞台に立つというのは難しいんですよ。ヒーローを、作るところなので、本当のヒーローっていうのは本当に強い選手じゃなきゃそこの舞台に立たない。本当に強いっていうのは本当に実力があるんです。でも日本人って、日本のボクシングって不思議だと思った方もいらっしゃると思うんですけども、すげえ強いやつでやらないじゃないですか。すげえ強いやつとやって勝ってベルトじゃないじゃないですか。まあ井上尚弥選手はもうズバ抜けてるから、それはあれは真実です。あれは本当に強い選手とやって、井上選手は多分強い選手とやっても全然勝てるんです。まあでも井上選手って軽い階級なので、まあ一つそれは置いといて、それ以外の選手です。井上尚弥選手以外の選手はチャンピオンベルト、強い人がチャンピオンベルトを持っているときには戦わないです。そのチャンピオンベルトを違う人が持ったときにそこを取って取り勝ちに行くのは日本のやり方なんです。すげえつまんないですよね。そこで僕つまんないくて、ボクシングの現役時代はすげえ嫌だったんです。僕はちっちゃいチームにいたから、そんなことができないから、ただただ強い選手に勝って勝って勝って実力をつけていくしかなかったんですけども、でもそれが本当の実力ですよね。本当に強くなれますよね。でも確かに負けたりすると、何ヶ月に1回かの日本のボクシングの試合だから、やっぱり1回負けたりするとなかなか難しいんですよね。上に行くのがちょっと遠回りになっちゃう。だから負けさせないように弱いやつとやるとか、まあ、極端に言ったら弱いやつが弱いやつやって上に上がっていくっていうのはなんかダサいですよね。なんか日本のボクシングってそうやっていかなきゃ上に行く道がないのかって言ったらそうでもないんですけども、ちゃんと強くなればちゃんと強い選手になれるんですけれども、最初のうちは弱いやつと言われて、で後で強い選手とやって有名になって、負けて勝って負けて勝って負けてやれば、まあ有名どころでやってればそれにその分実力もつくし、まあもうその分には人気者の有名人となってるし、まあいいんですけれども、なんかちょっと違うじゃないですか。でもアメリカの舞台ではもうベルトを持ってるやつは強いやつ、その強いやつに勝つのがヒーロー、定義分かりやすいシンプルなところで戦ってるので、そこに中谷選手が食い込むっていうのが僕すっげえかっけえなと。でしかも中谷選手はそのベルトがあるなしに関係ないのをロマチェンコとやるので、
っこいいじゃないですか。で、中谷選手だってベルト持ってないです。ベルト持ってないです。中谷選手だってベルト欲しいと思うんですけども、ベルト云々より、まあ確かにロマチェンコに勝たなきゃいけないっていう中谷選手の使命もあるのかもしれないんですけど、それでも何よりも外野からしてみたら強いやつに挑戦してる中谷選手がすげえかっけえですよ。中谷選手が、ロマチェンコとやる前に、ベスト、メルデホ、メルデホとやったんです。ロマチェンコはロペスと負け、ロペスとやって負けたんです。で、ロペスは中谷選手とやって勝って、ロマチェンコとやってロペスがチャンピオンになってるんです。で、図で言うと三角形なんですね。三角形で、まあ、順番で言うとロペス、ロマチェンコ、まあ、中谷選手っていうんですけども、このロマチェンコと中谷選手がやって、まあでも中谷選手もロペスとやっていい試合してるから、まあ、ボクシング界隈ではここで勝てるんじゃねえかっていうなんかところが、まあ、話題になってるんですけど、まあ、僕から言ったら勝ち負けで言ったら9-1ぐらいで中谷選手はまあ勝てないと思いますね。スピード技術力で、まず勝てないと思いますけども、そこじゃないんですよね。そこじゃなくて中谷選手がロマチェンコに挑戦するっていうところがすげえストーリーだなっていうのがあるので、まあ、なんでかっていうのが、僕はロペスと中谷選手が負けた後にしばらく中谷選手が試合してなくて、しばらくぶりに復帰戦でベルデホっていう選手とやるんです。まあ、復帰戦っていうのはあんまり僕言い方好きじゃないし、もしかしたら中谷選手も好きじゃないから復帰戦はとは言わず、まあ、長期、まあ、久しぶりにやる戦いでベルデホとやったんです。その時にベルデホも強かったんですね。ベルデホも強くて2回ダウンもらって、もう周りからしたらやばいぜ中谷選手、しもうそろそろ止めてあげた方がいいんじゃないか、いやいやまだ頑張れるかなとか、そんな危ない足の中逆転 KO にするんですよ。そこがすごいところなんですけれども、僕そこがすごいと思うよりかは、その後の中谷選手の紳士っぷりがすごかったんですよ。ベルデホに KO で逆転 KO してコーナーポストに上がってウォーってやればいいところを、ベルデホの安否を気にして近寄ったんですよ。あれって並大抵の人じゃできないですよね。パフォーマンスでやったりする人もいるし、まあ、やっておこうかな、まあ、要するにパフォーマンスでやっておこうかなって安否を気遣う人いますけど、そんなの顔で分かりますよ。超嬉しいか、勝って嬉しそうなら、でも一応近寄ってあげようかなって近寄るんですけど、それせあ負けた選手からしてみるともう、地獄な様子ですよね。まあ、負けた時に近寄られちゃってるよ、もうなんか傷口にまた傷口また刺されてるようなもんだっていう感じなんですけど、そうじゃなくて中谷選手は勝ったけれども、喜ぶのはその後、まずは選手のところに近づくのが、マナーだろっていうのがなんか顔に伺えたですよね。マナーというか、まあ、安否を気遣ってたとも思うんですけども、それって並大抵にできることじゃないなって僕は思ったんです。普通の選手だったらっていうか、下品とかじゃなくてもコーナーポストに上がって上回らなくてやったっていうのにやらなかったんです。俺あの時にこの選手見てえな、今後見てえなと思ったんですよ。そしたらこのロマチェンコの試合に来た時に、いやこれ俺のためにやるんじゃない、俺が見るためにやるんじゃないかって思うぐらいすげえ嬉しかったですね。何がすごいって、まあ、ロマチェンコとやることもすごいっていうんですけども、その真摯な中谷選手、そしてロマチェンコも紳士です。その紳士と紳士が戦うんだから素敵な試合にならないわけないじゃないですか。だから僕はこの6月26日ちょっと楽しみにしています。勝ち負けっていうよりかはなんかこれ超強いやつに挑戦するっていう本当にシンプルなところで戦う中谷選手を応援したいと思います。以上です。